愛は、古代エジプト第18王朝のファラオ。アメンホティップ3世の聖妃、T は妹で、兄弟ともに、未単に二ルーツを持つ父、ユヤの子である。アフミームが、出身地とされている。第18王朝の王族の一人であり、アメンホティップ3世の時代から王家に仕えてきた子さんの、真。両親であるユヤと、中野は共に神官であり、自身も、神官として、経歴を積み、 ツタンカーメンの知性にあっては、アメン・オーミワカンの地位にあった。ツタンカーメンの死後期限前1327年頃、アンケセナー・メンと結婚し大家を継ぐ。妻としては、この以前に、テがいたが、即位時にはすでに死別している。なお、ネフェルティティを帝との間の娘とする説もある。ファラオとしての即位名はケペルケペルーラーであるが、知性が短かったため、また、 スタンカーメンを暗殺したとの後世の悪評のためか、即位以前の愛の名で呼ばれることが多い。紀元前1323年頃没した。壊なかったため、彼は、同郷の貴族で、軍司令官のナクトミンを後継者に指名していたが、王女、ムトノメジットと結婚していた将軍、ホルエムヘブが、ナクトミンを打倒して、王位を継承した。その後彼は、 アクエンアテン以降4代の王の存在を抹殺したため、愛の名も抹消されることとなった。これは、愛により、ホルエムヘブが一時失脚したことへの報復のためと考えられる。王家の谷のキロボルト23に埋葬されている。王家の谷にある愛の墓の壁画即位時すでに恒例であり、知性が短かったため、これといった奇跡はない。ツタンカーメン時代に、 アメン信仰を復活させたのは彼の功績であるとされる。クイズ番組、日立世界、不思議発見。では、当時著名だった霊能者がエジプトに赴いて、霊賞を行い彼をツタンカーメン暗殺の犯人と断定するという内容の回や、彼とホルエムヘブがエジプトの神々の前で裁判にかけられるという内容のミニドラマも放映されている。 この時愛は太ったハゲ頭の老人として描かれ、徹底的に悪役としての役回りを割り振られた挙句、アヌビス神の審判で有罪にされるという結末を迎えている。夢枕爆言作、岡野麗子作画の恩苗詩第13巻にも愛によるツタンカーメンの殺害が描写されている。実際には愛がツタンカーメンを暗殺したという明確な証拠は存在せず、 これらは俗説に基づく創作であることは言うまでもない。里中町子の漫画、アトンの娘では、むしろ情勢によってやむを得ず、王になった、権力欲のない老人として描かれている。ありがとうございます。